フリアン・アルバレスは、アルゼンチン・コルドバ州リオセグンド出身のサッカー選手。リーガ・プロフェッショナル・でフットボール・ CA、リーベル・プレート所属。ポジションは FW。2018年に、CA ・リーベル・プレートのトップチームに昇格。10月27日の CA ・アルドシビ戦で、プロデビュー。ボカ・ジュニアーズとのライバル対決で大混乱となった。 コパリベルタドーレス2018の決勝戦では、第2戦で延長前半から、途中出場し、優勝を経験。フィファクラブワールドカップ2018にも出場し、3位、入賞。2019年3月17日の、CA インデペンディエンテ戦でプロ初ゴールを記録。同年は、国内カップ戦、コパアルヘンティーナ優勝も経験した。2019年に、 U-20 のアルゼンチン代表で南米ユース選手権に出場し、準優勝。同年5月にポーランドで開催された 2019FIFAU-20 ワールドカップにも出場。2020年には U-23 代表でコンメボルプレオリンピック大会に出場し、東京オリンピック出場権を獲得した。2021年6月3日、2022FIFA。 ワールドカップ南米予選の地理代表戦で代表初出場。ありがとうございます。